モチベーションはもう日々高くやらせていただいてて、やっぱレベル高いですし、キーパートレーニングでやってることがそのまま全体練習のチーム戦術にこうつながってるっていうのがすごい今感じてますね。コンディションも日に日に良くなってます。まあ、最初発表があった時にやっぱお帰りっていう言葉を多くの方にかけていただいて、ただそれが本当嬉しい反面、ちょうどその自分の今の気持ちにガチッと合うかって言ったらそうではなかったので、じゃあどういう気持ちなんだろうと思った時に、ベルマーレと北九州と長野でプレーしてきて、改めてここでもう一度選手として精一杯、成長して進化してこう勝負したいっていう、その気持ちが一番こう正しいかなって思ったので、その言葉をちょっとチョイスしました。最初はなんかコンディション聞かれたんですよ。元気かどうだって、コンディションいいのかって。でいいですよって、でもうやる気に満ち溢れてますみたいな話をして、直接的にそういうオファーのお話ではなかったので、まあ何年かに一度こうフランクにこうお話しさせていただいているような感覚で話して、その20分後ぐらいにちゃんとした正式なお話をいただいて、その時はなんすかね、 無かな、なんだろう、嬉しい通り越して、だから本当現実かなっていうのは思いましたね。僕がちょっと雰囲気をまだ見るまでもなく必死というか、そんな日々なので、僕が若手だった時に比べて今の若手の選手はみんなすごいクオリティ高いなと思います。何か一つ特徴を持ってプロになったっていうよりかは、もう何でもできるような選手がすごい多いなっていう、そういう印象はありますね。果たして俺が生きるのかっていう、まあ不安もあるんですけど、まあでも少なからずこう積んできた一つ一つのものが必ずどこかで、まあ日々使えるというか、そういう引き出しはあると思うので、それは常にチャンス伺って使っていきたいですし、経験ある選手も多いですし、そういう選手と一緒にこういうやり方あるんだとか、こういう使い方あるんだとか、新しく吸収していきたいですね。実家にはちょいちょい、はい、帰って気をつけながら、こんな時代だから、まあでも両親もすごい喜んでくれました。はい。まあ、FC 東京のサポーターの方に対しては、やっぱりこう以前は多分あまり印象がないと思うんです。試合に出てた、まあ、実際そうですし、サテライトリーグとか練習試合でしか出れなかったので、地域戦でやれんじゃんっていう。頑張ってきたんだなって、そういうのが今までのストーリーがちゃんと全部伝わるような、そういうプレーをしたいです。はい。まあ、誤解があるとちょっと良くないんですけども、1試合出場するっていうのをまず念頭に、その試合を出場することが叶った時に次のまた目標が立てられるなって思ってます。でその1試合出場がどの試合になるか分かりませんけども、それに向けてちゃんと今の自分の立ち位置も最近分かってきましたし、まだまだ足りないところいっぱい本当にあって、それを一つ一つ潰していく作業とか、成果を出せるようにする作業をまずはしっかりやっていきたいなと思ってます。ファンサポーターの方に向けては、なかなかそういう自分の過程を見せられないっていうのはもどかしいですけども、試合に出たら見せられるっていう、そこを僕はモチベーションに毎日取り組むので、見かけていただけたら嬉しいです。